い、皆さんこんにちは、サンディです。今回はブラックフライデーホールパート3になります。で、最後に、紹介したかったのはモーフィンのホリデーコレクションになります。では始めましょう。はい、ということで、パート3になります。なんで最後に撮っておいたかっていうと、ちゃんとこの商品を使ったメイクをした顔でこのビデオを撮りたかったからです。なので、また別の日に撮ったっていう感じになります。で、この場でスウォッチはしないです。もともとスウォッチはもう撮ってあるので、商品を触る前にもスウォッチをしてあるので、お話ししながらそのスウォッチの映像を載せたり、ここの隅っこに載せたりしようかなと思います。当日、ブラックフライデーになった時にそのホリデーの方を見てしまいまして、で、私ジャクリンヒルズの、パレットはすっごい欲しかったの。すごい欲しかったんだけど、あれで結構ね、ずっと売り切れ状態だったし、まあちょっと時が経っちゃったっていうのもあって、買うか買わないかで迷った自分が、まあもういいかなっていうのがすごいあって、で、そんな時にこのモーフィンのホリデーのパレットが出たんですけども、私の中ではまあジャクリンが大好きで大ファンだったら、まあ、ジャクリンのやつを買うと思うんですけど、まず別にそんなに超ファンではないんですけど、まあもちろん彼女の、チャンネル大好きだし結構見てるので見てるんですけど、まあ別にそのパレットじゃなくてもいいかなと思ったのと、まあ、こっちの方がなんか色がなんかちょっと多いよね、確か。で、色合いもちょっと似てる気がしたので、まあこっちの方買おうと思ったのがこっちの、ブラックフライデーじゃなくてホリデーの、パレットになります。で、めちゃくちゃ大きいんですよ。普通の他のモーフィンと比べると、もうモーフィンが普通に小さく見えて、普通のパレットがまあ入ってる、シャドウがね39色入ってるので、まあまあ大きいですよね。で、色合いなんですけども、本当にジャクリンのやつに似ていて、普通のなんだろうな、パレットって結構その、オレンジ系だったりとか赤系とか青系とかパープル系とかって大きい割には結構その偏りがあるんですけど、このパレットに関してはもう色が遊べる色たちになっているのがすごいいいなって思ったの。もちろんマット系もあるんですけども、最近すごい流行ってるメタリックな感じの色もちゃんと入っていて、すっごく綺麗なパレットになります。で、色合いもすごく綺麗なのばかりで、まあ、今回初めてこのパレットを使ってメイクしてるんですけども、今日はちょっと緑っぽい感じ、こんな感じで緑っぽい感じ の, メイクをしているんですけども、もうちょっとね、青とか青系のメイクもしたいし、ぜひ上にあるピンク系とか赤系の色ももちろん使っていきたいなって思っていて、また違う時にそういった色を使ったチュートリアルを作ろうかなと思っています。もうね、発色に関してはもう文句はないです、本当にそんな感じです。で、次がですね、リップですね。リップなんですけども、そう、私は普通にこのリップセットはもっとちっちゃいものだと思ってたんですけど、もう普通サイズなんですよね。このセットを買いました。もう1セットあるんですけど、そっちは赤系とかが入ってたんだけど、あんまり使わないから、とりあえず、まあ、モーフィンのリップも使ったことなかったから、とりあえず、まあ、自分の中の定番色っていうのがこんな感じの色たちなんだけど、で、フォミュラに関しては文句ないです。マットなのに全然かさつく感じもしないし、別にベタっともしてないし、まあフォミュラに関してはいい感じだと思います。で、匂いに関してなんですけども、匂いがなんとですねアリエクスプレスとか eBay にあるようなリップたちの匂いとすごく似ていて、バニラ、すっごい甘いバニラみたいな匂いがしています。なので、まあこれ一応メイドインチャイナなので、まあ、同じところで作られてたら本当に多分モーフィンを買ってた人は多分泣くと思うけど
でもまあ、うん、多分ちゃんと管理されてると思うから大丈夫かな、ちょっと信用はしたいです。はい、でまあそんな感じでこの3色なんですけども、色的に私この一番明るいのはちょっと自分には1色だけとしては単品としては使えないかなと思うので、まあグラデーションとか作るときに使おうかなとは思っています。はい、そんな感じでリップセットでした。元々はですね、このホリデーに関してはもう自分のそのブラックフライデーで買うリストの中には一切入っていませんでした。はい、一切全然何も入ってなかったです。何が入ってたかっていうのは、確かにモーフィンは買おうと思ってました。ブラシをもっと買おうかなと思ってて、でせっかくセールだからセールの時にたくさんブラシを買おうと思って、モーフィンのフェイス用のブラシがすっごく欲しかったです。前に買った時はアイメイク用しか買ってなくて、しかもブレンディングブラシがほとんどだったと思うんですけども、ちょっとねフェイスの方がすごい気になってて、結構モーフィンのファンデーション用のブラシを使ってる人が結構いるんですよ、 YouTube で。だからいいんだろうなと思ってそれを狙っていこうと思ったのと、あともう一個、パウダー用のブラシを買いたいものがあって、その形が、自分が持ってるブラシにはなくて、なかなかそのブラシを手に入れることができなかったので、じゃあまあモーフィンで買おうと思って、結構ねフェイス用のブラシがちょっと割高になってるんですよ。アイメイク用とかのその小さい方のブラシは4ドル5ドルとか、まあ1000円もいかないぐらいなんだけど、フェイス用は割と1000円10ドルとか20ドルのものがあったりするので、まあセールの時に買おうと思っていたっていう感じなんですけども、ディピしたブラシと、あともう一つどこ行った、あれどこ行った、あーあったあった見えてなかった。リピしたブラシが2本、この E シリーズのブラシは大好きで、特にこれが一番好きでずっと使っているので、あと2本ぐらいは欲しいかなと思って、そう1回使ってね、また洗ってたら乾かしてる間がないので、欲しいなと思って、ストック用っていうよりも、まあ、まあストック用、うん、まあそう欲しいと思ってリピしたブラシになります。そしてもう一個が今もう使っちゃって色がついちゃったんですけども、こちらのブラシになります。R39 なんですけども、これは私の大好きな YouTuber マニムーアがおすすめしてるブラシたちの中に入っている一つになります。でこのシリーズ R シリーズ私は持ってないので、ちょっと使ってみたいなと思って、他のねこの M シリーズ前に買ったんですけど、これに関してはちょっと気持ち硬いかなっていう感じだったんだけど、こっちの方がそんなにチクチク感はなくて、まあまあどっちも悪くはないんだけど、まあ R の方がうん、なんか使いやすそうな感じがするけど、まあまた洗ったらどういう感じでね、洗って乾いたらどんな感じなのかが一番、私の中ではブラシがどういう質なのか形質なのかが分かる気がするので、自分はね、そうだからまた洗ってどういう感じか見てみようと思うんですけども、今日使った感じだと全然使いやすくて良かった、ブラシになります。はい、結局、単品で買うっていうよりもセットで買った方がお得かなと思ってセットで買いました。フェイス用だけを買おうと思ってたんだけど、アイメイクの方も結構割と、うん、種類が入っていたので買ってみたんですけども、良かったです本当に良くて、特にそのファンデーション用のこのブラシなんだけど、いろんな人がねモーフィンのファンデーションを使って、うん、ファンデーション用のブラシを使ってるのを見てもう納得しました。ものすごくいいです。使いやすいし、ちゃんと綺麗に塗れるし塗れるし乗せれるし、商品をねこっちに塗ったとしても中にまで吸収されないので、ちゃんとしっかり発色よく乗せてくれるブラシになります。なのでまたね単品でちょっと違うシリーズのを買ってみようかなとは思っています。
はい、あとは自分が欲しかった、ずっと欲しかったね、パウダー用のこちらなんですけども、もうまさにこれです。私が欲しかったの、本当にめちゃくちゃ良かったです。こうやってポンポンのせる用とかに良かったし、普通にブレンディングするときにでも全然使えました。で、嬉しかったのが同じ形のものの小さいのが来てたのがすごい嬉しかったです。なのでこれはハイライトとかに使ったんですけど、ものすごく良かったです。あとびっくりしたのが、こっちのやつなんですけど、これは私はブロンザーとかチークを出せるときに使ったんですけど、どっちにも使ったんだけど、もうね、すっごい柔らかいの。白い毛質はあまり得意じゃないんですけど、これはすっごい柔らかくて全然チクチクしないし、もうのせるのにすっごくいいブラシでした。全然濃くもならずにふわっとのせてくれる感じだったので、すっごく良かったです。ハイライトにすごく使えそうなブラシも入ってたんだけど、今回は使ってないんですけど、ものすごく良かったです。はい、すごいまだ使ってないんだけど、毛質に関してはものすごく柔らかくて良かったです。こんな感じで、フェイス用が5本入ったセットになります。この、セットに関しては、ブラシ用のなんていうのケースみたいなのも一緒に来てたんだけど、そのケースもすごい可愛かったの。だから持ち運びするときにはそのケースに入れて持ち運ぼうかなと思っています。で、あとはアイメイク用のブラシが来たのが6本になります。で、6本のうち5本だけ使ったんですけど、ものすごく良くて、で今気がついたんだけど、これがすごいこっちに似てる気がする。まあ、ちょっと違うか、私は違ったでもこれもまた違うメイクの時に使おうかなと思っているんですけど、ブレンディング用が2本ついてるのはすごく嬉しかったです。ものすごく良かったです、本当に。で、あとね、この私の大好きなこの小さいサイズのブラシなんだけど、これはね、すごい似てるの。私が前に買ったやつにすごい似てて、めちゃくちゃ良かった。で、あとはこの平たいやつね、これなんだけど、これもすごい好きで、前にも買った時に同じやつを買っているんですけども、今回はちょっと違う使い方をしていて、ジェルライナーに使ったんですけども、すごい良かったです。いつもだったら、眉毛の、修正の時に使うんだけど、全然、アイラインの時でも使える。そしてこれ、こういうのは私使ったことなかったんですけど、ちょっと待ってね。この曲がった感じのものって私使ったことなかったんだけど、すっごい描きやすいことに気がついた。これは最初見た時はどうなのかなと思ったんだけど、このジェルライナーを使う時にすっごくいいブラシです。かなりおすすめします。私結構ジェルライナーに関してはちょっと苦手なんですけど、これすごい描きやすくて、で細いので、細かいところ細かい修正もできるし、本当にめちゃくちゃ良かったです。なのでこのセットもね、すごい良かった。まだ売ってるといいんだけど、もしまだ売ってるんだったら本当にこのセットはお得です。うん、セットに関してはすごいお得だと思う。だって20ドルとかしたのかな。でそれでまあこれは6本だけど、で5本でさらにケースもついているので、多分単品で買ってしまうとちょっと高くなっちゃうから、全然セット買いっていうのはモーフィンでのセット買いはありだと思います。はい、でそんな感じでモーフィンの、お買い物に関してはこんな感じかなと思います。多分これだけだよね。うん、これだけだと思います。すごい良かった。今年これでブラックフライデーに関しては最後になるんですけども、ものすごく迷いました。リストを作りましょうっていうビデオを作ったんですけども、結局いろんなところがセールだったり、いろんな商品を出たので、もう一昨年よりもすごい迷った気がします。去年は本当に2017年は迷わされましたね、本当に。で
他にももっと買おうかなって思ってたものもあったんですけど、結構売り切れもあったし、意外とずっと持ってるものもあったし、本当にそのブランドによっては違う感じしましたね。で、届くのが、私モーフィンが一番遅かったです。多分当日に注文したからっていうのもあると思うんですけども、モーフィンに関しては、ブラックフライデー前にホリデーが出てたので、その前に頼んでた人は比較的に早く届いたと思うんですけども、私はかなり遅かったです。はい。でもまあ、いろんな人がね、そういう状態だったの。モーフィンだけじゃなくてジェフリーもそうだったし、カラーポップに関しては結構早かったんじゃないかなと思います。でビューティージョイントも早かったです。そんな感じでね、ブラックフライデーのホールビデオが終わります。また今年2018年も本当にもうかなり今もう楽しみにしています。このビデオを終わりたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして、通知ボタンを押していただけると、ビデオをアップするたびにと生放送するたびに通知がいくので、もしよかったら通知ボタンもお願いします。そしてインスタグラムもフォローお願いします。よくねインスタグラムで気になった海外コスメに関しては結構シェアしたりとか、あと最近は、インスタグラム限定のチュートリアルミニチュートリアル動画も上げているので、もしよかったらそちらの方もフォローお願いします。では今日のこのビデオを終わりたいと思います。またねー。